次です。令和2年7月豪雨は九州地方を中心に甚大な被害を与えました。テレビユー福島は JNN 主題団として2011年の震災や去年の台風19号の時に支援を受けた熊本県を取材しました。取材に当たった水津さんです。私はですね、今月11日からおよそ1週間にわたりまして、九州に入りまして、特に被害の大きかった県の南部を中心に取材を続けてきました。そこで見えてきましたのは、去年秋の台風19号の県内での被害との共通点と被災地のコロナ禍での課題です。熊本市内午後3時過ぎ、雷の音とともに非常に激しい雨が降ってきました。令和2年7月豪雨、熊本県では球磨川が氾濫し、今日現在65人が死亡、2人が行方不明となるなど甚大な被害が出ました。球磨川に架かる肥薩線球磨川第二橋梁です。水の勢いで橋が完全に崩れ落ちています。海沿いの芦北町では大規模な土砂崩れが発生。ここ田川地区では3人の尊い命が失われました。まあ、かわいそう、もうそうしかったらもう 家にし、かわいそうかったですよね。と子供さんはまだ6人もなってですね、今からです。こちらは20人の犠牲者が出た南部の人吉市です。そこにはまるで津波が押し寄せたかのような爪痕が残っていました。ここまでガーッと来た。30分ぐらいの間、30分、30分でもうあっという間に、あっという間に上がった。地域のシンボル、国宝の青い阿蘇神社も床上浸水し、近くの民家では1階の天井まであっという間に水が上がりました。ボランティアで片付け作業をしていたのは4年前の熊本地震で被災した住民でした。やっぱりその大変お世話になったんでですね、やっぱりもうみんな居ても立ってもいられないという感じで、やっと来れたっていう感じですね。だんだん水の上がってきて、でももう下もう流されちゃったんで、もう何もかもだか、でも助かります。助かっとった、もうありがたか、本当ありがたか。そんな中、避難所に香川県高松市から災害支援で訪れていた保健師が新型コロナウイルスに感染していたことが判明。避難所の住民に動揺が広がります。こちらの避難所では昨日から PCR 検査の受付が行われています。避難所の住民から陽性反応は出ませんでしたが、コロナ禍における避難所の運営の仕方にも今後の課題が残されました。人吉市の水害の現場を見て思い出したんですが、はい、2011年の津波が来た時のですね、南相馬市小高区のその当時の様子なんですね、はい、車が当時もあのガードレールの上にこう引っかかっていたりとか、そういった様子を思い出しました。雨の降り方、そして川の水位の上がり方が本当にもう想定を超えたものになってきているのではないかなということを実感しました。またあの VTR の後半、避難所の話の中でも出てきたんですけれども、このコロナ禍におきましては、はい、あの熊本県では基本的に県外からのボランティアというのは受け付けていないということで、片付けなどでこう人手が足りないということなど、ボランティアが不足しているということも今大きな問題となっています。水津さん、去年の秋に県内を襲ったあの台風19号の被害ですとか、はい、避難のこう方法などについて共通点というのはありましたか？はい、どちらもですね、災害の発生が暗いうちの未明を中心に起きているということなんですね、はい、ですので前日からの大雨に対してはいち早く避難することがまず大切です。また近くに避難所がなかったり、夜暗いとか水位が上がってきたりしまして、危ないと、外に出ると危ないというときは2階以上に垂直避難をすることなどが大切となってきます。まだ、県内梅雨の季節が続いていますので、大雨災害はいつどこで起きてもおかしくありません。日頃の災害への備えが大切です。